久しぶりだよ、地元帰ってくんの。うん、そうそう。なあ。うん。でもあれだろ、由美子とかも誘ったんだろ。誘った、でも来なかったよ。ぐー。なんかさ、みんなやっぱ小忙しいね。いや、当たり前だよ、こっち小忙しいよ、いろいろ、そうは言っても。でもね、東京に行った元カノが、こんな田舎帰ってきて、テンション上がるな。そう、おばあちゃん死んだからね。おばあちゃん死んだからあんまテンション上がるとか言わないで。おばあちゃん死んだんかい。おばあちゃん死んだから帰ってきて。いや、聞いてなかったわ。おばあちゃん死んだから帰ってきて。マジで？そうだよ。だってテンション上がるとか言わないで、おばあちゃん死んだ、みたいな。テンション上がってるんかいって。だったら、でも私、暗く来たくなかったの。だから。いや、俺ちょっと、あのおばあちゃんにお世話になってたから、ちょっとテンション、いやー、マジか、ショックだな。いや、笑い事じゃねえよ。あー、面白い。結構ショックだよ、普通に。本当？野菜直営で売ってた。マジ？優しかったし。いやいや、よくしてもらったしな。でもね、もう、何？ 6 年ぐらい会ってなかったからね、そんな実感はない。だから平気よ。いや、ショックだな、マジで。ずっと入院してたしね。なんか、逆に長くなったとか、お母さんも言ってたし。いいのいいの、私たち全然気にしない。いや、マジ、いや、俺気にするよ。なんで？なんでじゃないよ、お世話になったもん。私気にしないよ。逆にそうか。めっちゃショックだわ。私もだってもう、俺ら、東京自体いないからさ。俺らにさ、トウモロコシくれたりしてたじゃん。そうそうそう、トウモロコシくれるよ。めっちゃショックだわ、マジ。いつお亡くなりになったの？先週先週。マジ？だから帰ってきたんだよ。そっか、隣町までは届かんかったな。あ、そうね。ありがとう。でもさ、東京、ほぼほぼ私も東京いないからさ。あ、そうなんだ。そうそうそう。だって俺らが高校生の時付き合ってて、んで、何になりたいって言った？歌手になりたい？アイドル？アーティストって言う。アーティスト？で、泣かず飛ばずでもう30だろ？どうすんのよ？大丈夫な？うん。俺わかんねえけどさ、30ってもう大変なんじゃねえか？芸能界で言うとよ。うん。別に私日本で活動してないから別にあんまね、そんな気になってないから。え？そう。世界？世界。いや、言い方。世界みたいな、うん、すごいね、世界。うん、何してんの、世界で。韓国でアイドルやってる。韓国でアイドル、うん、韓国で韓国でアイドルやってる。 K-POP ってやつ。そう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 、 K-POP アイドル。そうだよ。もうちょっと一回、こんにゃくだけ咀嚼させて、はい。こんにゃくってこんな弾力あったっけ？あるある。K-POP アイドル？ K-POP アイドル。これなんてグループ？テラーズっていう。ん？テラーズ。なにも、誰も知らないようなアイドルだろ？テラーズ。だって聞いたことないもん、俺、テラーズ。なんか好きな人は、だから K-POP ってさ、この、グッて入ってくるっていうか。うん。ほんと？なんだっけ、あの、一番人気ある K-POP の。日本人とか。TWICE？ うん、アイズワン。え？え？え、公式インスタ100万人？うん。日本人っていうよりは別に、そっちに出してないか。え、ちょっと待ってよ。は？え、YouTube の、これ PV だけ上げてるやつ？そう。え、150万人？うん。え、PV だけ上げてるやつ？そう。150万人？はっ！俺これ聞いたことないけど、え、この曲、え、6000万再生されてんの？だから多分ね、規模感がちょっと違うんだよ。私もあんま、6000万再生？え、わからんけどさ、その、いるの？その、アラサーみたいな人って。私年齢ごまかしてる。いくつでやってるの？24、今。無茶だろ。24に見えんだろ、お前、どう見たって。ね、めっちゃすごいな、メイクが。これ私で、多分。ちょっと待って、今。これ私。センター？わかんないでしょ。
でもやっぱあれ背大きいから生えるな。うん。わかんないでしょ。え、170何センチって言ってる？ね、ちょっと低く言ってる。ああ、そう。でもダントツ背大きいじゃん。うん。え、でもこの子も同じくらい身長あるじゃん。ちっちゃい。え、175くらいあるのじゃん。あ、そうだね。だみんな結構でかい。ごまかしてる？うん、ごまかしてる。ちょっとちっちゃめに言ってる。みんな背大きい。ダンスうまっ！あの、足長く見えんのよ。おうんうん、確かにな。足長く見えるから、背高いけど背ちっちゃく言う。6000万再生？そう。このヨヨっていう私。ヨヨ。あなたヨヨ？そう、ヨヨ。ちょっと待って。米沢陽子でヨヨ。ああ、そういうことか。でも日本人って言ってない。あ、そういうことか。米沢陽子でヨヨか。ああ、そういうことか、そういうことか。で、ちょっとだけ日本語喋れるっていう感じです。え、ちょっと待って。え、TikTok でもヨヨ可愛い集みたいなのあるじゃん。うん、ある。うん、あるじゃなくて。うん。もう当然のようにミリオンだし。何これ？ヨヨ。うん。あなたヨヨ？ヨヨ。ヨヨ。あ、ヨヨ。ヨヨ。あ、ヨ。本当に喋れてる？あ、喋れてる。向こうで喋れてる？少し日本語できます。ほな。マジ？それごまかしていつかバレんだろう。別にバレたらバレたで終わりでいい。マジ？うん。あなたヨヨ？ヨヨ。あんま言わないで。だってヨヨと結婚したいアカウントみたいなのあるよ。あるんじゃん。そういうもん？そういうもんじゃん。え、なんか、え、テレビの歌の日みたいなの出てんの？歌の日出てる。バレるだろ、日本人って。どうなの、これ。クラップチンチャナよ。クラップチンチャナよ。クラップチンチャナよ。え、これが何？ TikTok で大バズりってなってるよ。クラップチンチャナよ。クラップチンチャチンチャ。え、大流行りなのこれ。うん、クラップチンチャナよ。クラップチンチャナよ。ヨヨーヨヨーうん、ヨヨーおーヨヨー！ヨヨー！すげえな。すごいよね。なんかでもね、ずっと私が、私じゃないみたい。おいおい、ゲスの極み乙女みたいに言うなよ。誰それ。私、なんで誰それって、あ、そう？ 10 年ぐらいいなかったこっちもしかして。私以外私じゃないのって知らん？ああ。うん。うん、じゃああれ会ったことある？なんかほら。なんかこう。顎の長い子。JYP くんみたいな。J パック。うん。あるよ。え、あるよ。あるよ。え ?J パックでしょ？うん。あるよ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 。いい人？いい人だよ。あ、喋ったことあるの？あるよ。ねえ、どういうこと？え ?J パックでしょ？プロデューサーみたいなこと？プロデューサー、うん、でも、ちょっとだけ、見てもらったやつとかもある。君すごいね。なんかね、知らんけど。メンバーにも日本人ってこと言ってないの？マジで？いやいや、バレるだろ、メンバーにこそ。バレない、バレない。だって一人だけ、だって日本で言えばさ、日本で言えば一人だけ片言の日本人いるみたいなことでしょ？うん。私お父さん韓国だから。え、あの親父さん？そうだよ。嘘つけ。ほんとほんと。あ、そうなんだ。よよー。よよー。ヨヨのギャグとかあんの？ヨヨヨヨ、ケンちゃんのヨ、ケンちゃんのヨ、ケンちゃんのヨヨヨ。どういう意味？大丈夫、大丈夫、大丈夫、ヨヨ。で、これどう？ヨヨ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 。日本語すぎない？え、ヨヨって日本語なのかな？ヨヨヨヨヨヨって。日本語すぎるよ。ヨーって言わないもん。おーおーって。おーおーって。いやー、すごい。やり直す？無理。あ、無理。オッケーオッケー。え、彼氏いんの？いない。あ、いないんだ。じゃあやり直す。無理。あ、無理か。オッケー。